ボストン美術館。ボストン美術館はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市にある全米有数の規模を持つ美術館。ボストン美術館は1870年に地元の有志によって設立され、アメリカ独立100周年にあたる1876年に開館した王室コレクションや大富豪のコレクションが元になった美術館と異なり、ゼロからスタートし、 民間の組織として運営されてきた点は、ニューヨークのメトロポリタン美術館と類似している。所蔵品は50万点を数え、古代、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカ、アメリカ、現代、版画、素描、写真、染色、衣装及び楽器の8部門に分かれる。エジプト美術、フランス印象派絵画などが特に充実している。2010年には、 北中南米の芸術を展示するアメリカウィングが増築され28%の増床となった。ボストン美術館は仏画、絵巻物、浮世絵、刀剣など日本美術の有品を多数所蔵し日本との関係が深いことでも知られる。20世紀の初めには岡倉天心が在職しており敷地内には彼の名を冠した小さな日本庭園、天心園が設けられている。 隣接するスクール、通称は美術館と同年の開設。現在では多仏大学と連携して学位プログラムを提供している。入場料は大人 25US ドル。なお、入場時の半券は10日間有効で、裁縫時に無料で入館することができる。なお、姉妹館として名古屋ボストン美術館がある。官名の英語表記は、であり。 ボストンミュージアム・オブ・ファイニアーツではない。収蔵品画像のほとんどは公式サイトから検索、閲覧可能である。ボストンは貿易港としてアジア諸国との関係が深かったこともあり、ボストン美術館では早くから中国、日本、インドなどアジア地域の美術の収集に力を入れていた。中でも日本美術のコレクションは日本国外にあるものとしては、 質、量ともに最も優れたものとして知られている。本校では、ボストン美術館の日本美術コレクション形成に貢献した何名かの人について略説する。エドワード・シルベスター・モース、1838から1925は、ボストン郊外のマサチューセッツ州セーラムに住んでいた動物学者であった。モースは日本では、大森貝塚の発見者を呼び、 縄文土器の名付け親として知られているが、彼の来日目的は、考古学の研究ではなく、日本近海に住む、ワンソク類という原始的な海生生物の採集のためであ。1877年、船で横浜に着いた、彼は横浜から東京へ向かう列車の窓から偶然、大森貝塚を発見した。モースは後に、貝塚の発掘調査を行い、 創立間もない東京帝国大学から発掘報告書を刊行してい,いが、これが日本考古学史上最初の学術的発掘調査とされている。当初3ヶ月の滞在予定で来日したモースは東京大学の教師となり、前後3回の来日で通算2年半滞在することになった。この間、モースは日本の陶磁器や隠し民族資料の収集に励んだ。 彼が日本の陶器を集めるきっかけとなったのは、ある店で自分の研究対象である会の形をした陶器を見つけ購入したことだったという。知人からその貝型の陶器は骨董品でも何でもない安物だと聞かされたモースは一年発起して陶磁器の勉強を始め日本人をしのぐ目利きになったという。アメリカに帰国後の1892年。 彼は収集した日本陶磁器約5000点をボストン美術館へ譲渡した。これらの陶磁器は科学者の収集らしく産地や作風別に系統的に分類され、モース自身が全ての作品についての解説を書いたカタログを表している陶磁器以外の民族資料などの収集品はセーラムのピーボニ博物館にある。モースはアメリカへ帰国後、 日本の素晴らしさを友人たちに熱心に語り、しきりに日本行きを進めた。講述するフェノロサとビゲローの来日もモースが仲立ちしたものであった。アーネスト・フェノロサ、1853から1908は日本の近代美術史を語る上で忘れてはならない研究者、コレクターである。フェノロサはモースと同じセーラムに住む知り合い同士であった。 東京帝国大学が政治学の教授を探していることを知ったモースはフェノロサをその職に推薦した。フェノロサは1878年に来日、アメリカで絵を学んだこともあった。彼は日本絵画に魅せられ、政治学や哲学の講義の傍ら、日本美術の研究と収集に没頭するようになった。彼は特に仮の葉の絵を高く評価し、東京で生まれた自分の息子に、 アーネストカノーと名付けるほど仮の葉に浸水する。一方で、難画、文人画は、ダメな絵であるとして徹底的に攻撃した。ついには仮の葉の画家に入門し、カノヒサシタンという画号まで得ている。明治維新後間もない当時の日本では、伝統美術は衰微し、過ロじられていたが、フェノロサは著述、講演などを通じて、日本美術の優秀性を人々に説いた。また、文部省のを受けて、 近畿地方を中心とした社寺の宝物調査を行った。教え子で、当時の文部官僚であった、岡倉天心と共に、法隆寺の秘仏、夢戸の観音、旧姓、観音を調査したことはよく知られている。フェノロサはアメリカ駅国後、ロストン美術館日本部、後、東洋部となるの初代部長となった。また、日本で収集した、平時、物語絵巻、俵屋総達筆、 松島図屏風などの膨大な美術コレクションを館に帰宅した。これらはフェノロサの死後の1911年に正式に館に寄贈された。フェノロサのコレクションを一括して買い取ってボストン美術館へ移贈したのは資産家のチャールズ・ゴダード・ウェルド185-1911という人物でコレクションはウェルドの名を付してフェノロサイコール・ウェルド・コレクションと呼ばれている。 医師であったウィリアム・スタージス・ビゲロー、1850から1926もモースの知り合いで、1882年、モースの3度目の来日に同行して来日した。短期の観光旅行のつもりで来日したビゲローは、日本の文化や伝統をこよなく愛し、短期の一時帰国を除けば、その後7年も日本に滞在することとなった。和服や日本食を好み、天台宗の三井寺。 恩上寺に入門して修行し、月神という法名を得ている。また、彼は、当時の日本の画家や美術研究者に援助を差し伸べ、岡倉天心の日本美術院創設に際して2万円を寄付するなど、日本の美術界の発展に貢献した。また、奈良時代絵画の貴重な遺品であるホッケド、北ンポ根本曼荼羅を筆頭に、多くの日本の美術品を収集した。 肉筆技与会が700点を含む会が4000点、浮世絵版画約3万4000点をはじめとした彼のコレクションは1911年ボストン美術館に寄贈された。ボストン美術館全体の浮世絵版画点数は約5万4000点、3枚、続くのような続版を1件とすると4万4000件。なので、ビゲローの収集品だけで全体の63%を占めることとなる。 フェノロサのコレクションが絵画中心であるのに対し、ビゲロウのコレクションは幅が広く、金郊、執行、染色、刀剣甲冑なども含まれている。ビゲロウの遺骨は遺言により、日本にも分骨され、三井寺の法名院にはフェノロサの墓と並んでビゲロウの墓が建てられている。岡倉天心、1862から1913は、 東京美術学校、後の東京芸術大学創設に尽力し、日本美術院を創設して、日本画を起こすなど、近代日本の美術史研究、美術教育、伝統美術の復興、文化財保護などに多大な貢献をした人物で、英文の著作を通じて、日本文化を外国へ紹介することにも尽力した。彼は1904年に、ボストン美術館へ入り、 1910年には東洋部長となった。ボストン美術館には会計作、魅力菩薩立像など、天津のコレクションも入っている。富田幸次郎、1890から1976は、天津の弟子で、十代の時から半世紀以上ボストン美術館に在職し、1931年から1962年までは東洋部長の地位にあって、 日米の文化交流に貢献した。日本の絵巻物の代表作である、キビ大臣日東絵巻は、1932年、富田を介して、ボストン美術館に入った。当時の世相下で、富田は、日本の貴重な美術品をアメリカに売った、国賊と罵られた。実は、この絵巻は、ボストン美術館に入る、数年前から、日本国内で売りに出ていたものだったが、不協化の日本で、 海底がつかないため、ボストン美術館が購入したというのが真相だった。あんた、駅下車。なお、グリーンラインは、線内各支線への直通列車を運行しており、E 支線直通列車を選んで乗車した場合、E 支線が分岐する駅での乗り換えは不要。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。